チメンあるよね。モブロ電池メンめっちゃ強くない？確か。あの業務用がめちゃくちゃ強くてさ、モンスターを伏せるカードをセット。次回救済系実況者電池面を救います。これでいこう。いや、あの救うほどのことはないよ。多分あのデッキに普通に強いと思う。さあカードを2枚セット、カードを1枚セット。さあターンエンド。さあ炎熱電動バー引けないと、言うて炎属性、炎属性はちょっと辛い。あったよね昔ね。さあやばい。出た、人間のカスデッキや。人間のカスデッキ来た。人間のカスデッキや。出ました。ゴミ人間しか扱うことができないと言われているエレキングデッキ。カスデッキや。俺の炎デッキの強人無敵最強のカスデッキや。手札から。では強い。炎熱伝導魔の効果、ファイヤーリロードの効果によって、炎熱伝導魔を墓地に送っていく。やばいぞこのモンスターは。ほっとくとやべえことが起きるぞ。ほっとくとやべえことが起きる。結構ね、ホーリーライフバリアとかね、レインボーライフとかね、入ってること多いからね、エレキデッキ。めちゃくちゃめんどくさいんだよね。さあ、次女の効果、さあ、女子会していく。さあ、墓地に女子会していく。出たエレキ。実質カルテマンデッキ。ボットもよく使ってるよね。そう。あのフリー対戦でね。使ってくるあのエレキデッキ、そこらし落とし穴入っててめっちゃうざいっていう。もう本当に、デュエルリンクスって神ゲーなんでね、フリー対戦ボットしかないんですよ。あのボットっていうのはあの CPU ですね。CPU っていうか、まあ、なんか対人、人じゃないっていう。あの機械がデュエルしてるみたいな感じなんですけど。さあ、セットカード破壊。さあ、エレキトンボを発動。効果発動。破壊された場合、エレキモンスターを特殊召喚できるぜ。もちろん、エレキトンボはエレキトンボを特殊召喚することもできる。エレキトンボでエレキトンボをリキルートしてくると、無限の肉撃になって、肉撃になってめっちゃうざい。エレキトンボでエレキトンボをリキルートし続けるというクソみたいな戦術もあるぜ。エレキデッキはな。これが人間のカスデッキ。エレキリン特殊召喚、なるほど。辛かった。仕事じゃなかったら、あ、ジャムさんお疲れ、仕事か今日。お疲れ。エレキコブラが強すぎる。そうなんだよ、なんかこいつさ、サーチ毎回しくのめちゃくちゃうざいよね。さあ、ラバルフロギス召喚。誰やお前、誰やねん。このカードが墓地を変えた時、自分のフィールド上の全てのラバルと同じでモンスターの攻撃が300アップする。へー、知らん。えぐいえぐいえぐい、やばい、やってることやばいわこいつ、やばいやばい。2900ダイレクトはやばいって、カスすぎるこのデッキマジで。やばい、やばすぎる。やっていいこと悪いことあんだろお前、マジこれ犯罪だろ。俺これ逮捕でいいよ、こんなもん逮捕するわ、これは逮捕。これは逮捕でいい。あまりにもゴミすぎる。クソすぎる。トールさんに水属性、水属パクられて涙目さ。私がグールズのデュエル。さあ、超獣闇。おなな、事故ったか。お、大丈夫かおい。大丈夫か。ちょっとあれですね。プレイヤー名見せますか。そっちの方が分かりやすいかもしれないね。分かるならこっちしかどうか。スナス君の意志はついたぞ。新しいデッキだな。あ、そうだ。闇属性超人族 VS 水属性機械族って本当ですか。めちゃくちゃ強そう。さあ、メタファイズファクター発動。メタファイズファクターはフィード上になんか違う、メタファイズモンスターのリリースをなくすことができる。なんて強いんだ、なんて強いカード。さあどうする、さあどうするんだ。さあ、メタファイズファクターの効果、手札からつえつえつつえ。さあ、いけ、メタファイズサイラントドラゴン、ダイレクトアタック2900ダメージ。さあ、ヒロミ選手どうしたんでしょうか。光属性ドラゴン族を使ってこの展開は甘いですよ。さあ、さあメタファイズネフティスの効果、除外ゾーンからデッキに戻し、メタファイズカードをサーチ。さあ、メタファイズダイダロスをサーチしていく。あ、佐々木さんありがとう、改善復帰祝いです。ありがとうありがとう、サンキュー。さあ、モンスターを召喚、トフェリードラゴン、なるほど、トフェリードラゴン、なるほど。さあ、トフェリードラゴン特殊召喚、なるほど。光属性ドラゴンはこいつもいたね、正解かと思ったわ俺。ごめん、強い
それは強い、その動きは強い、その動きは強いぞ。コメントラゴンは、リリースされた場合デッキからレベルを高所ゼロにして、レベル通常モンスターを置いたり特殊召喚できる。そしてアセロドラゴンをリリースし、シーユドラゴンの効果によって相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚破壊していく。さあメタファイズディメンション破壊、そしてアセトドラゴンの効果発動、アセトドラゴンの効果によってさらに高所ゼロにして通常モンスター一体を特殊召喚できる。さあこれは強い、レベル8のモンスター2体でオーバーリントアコ構築エクシエス召喚戦国侵入エデアード強い、エデアード効果、エクシエスサイを一つ取り除きモンスターを一体リリースすることによって相手のフィードのカードを全て破壊していく。え、そんなにリリースしちゃう、なるほど、シーユリリース、シーユリリース、シーユリリース、強い、なんて強いんだ、なんて強いんだ。シーユドラゴンをリリースされた場合、さらに通常モンスターを特殊召喚できる、さらにもう1体特殊召喚できる。さあ、なんか謎の金玉みたいなモンスターが2体特殊召喚された。さあ、レベル8のモンスターが2体来るぞ、パンドラ。レベル8のモンスターが2体でオーバーレッドアココチクエクシス召喚聖国侵入エディアードつえつ強い。あ、ワイワイさんありがとう、いつも楽しみにしています、回線復帰おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、課金の足しにさせていただきます。さあエネアード強い、エネアードなんて強いんだ、最強か、おい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 、さすが光ドラゴン、頭おかしいぐらい強いっす。 Nレアリティのみ選手権はサイコロ運も試されるように、そう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 、あのサイコロンっていう最強カードがありますからね、あれで練習してくることですね。カイト行くぜカイト、やべ、弱え。あ、ゴールドガジェットなんだな、ゴールドガジェット、あーいいだろう、ロードシンクロン、何インセクトのパワード、強い、なんで強いんだ、初手いきなりシンクロしてきたぞ、あいつでもこれ殺していいのか、あいつは殺していいか、サイココマンダーを召喚、そして俺はこうやって破壊できるよな、シンクロ召喚に成功した場合このターンだもんな、いけ、サイコ式粘土を発動、サイコ式粘土の効果によっててめえのモンスターを破壊させてもらうぜ、そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、バトル、いけサイココマンダーダイレクトアタック、俺がサイココマンダービートなんて弱いんだ、サーシロン。サイコロンなら俺の弟子になるべきですね。お前5しか出ないだろ。逆に1枚セットしたからお前はいいんだよ。1枚セットしたらお前はあの破壊できないだろ。魔法トラップカード。現れろ。ロードシンクロンのレベル、そういや2になるんだったな。あ、そうなの。アークジェット、ライトクラフター。やばいやばいやばい、たった一つの掃除機来る、吸引力の変わらない。たった一つの掃除機来る、やばい、うわガース吸引力の変わらない、たった一つの掃除機来る、やばい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 、助けて、いてこれはダメージ食らうしかねえ、いった俺のターン、ドルトラッカー来た、トラッカーはでけえ、トラッカーはでけえ、トラッカーはマジででけえ、行くぜ、まあ、とりあえずスキルを発動するぜ、トラッカーはでけえ、トラッカーはでけえぞ、トラッサイコトラッカーを召喚、あいつは効果では破壊できるはずだ、やつは効果破壊体制を持っていない、やつは攻撃しかなんか防げないはずだ、行くぜサイコビルダーを特殊召喚、さらにレベル3のサイコトラッカーにレベル3のサイコビルダーをチューニング、シンクロ召喚、いけサイコンダクタービキーマス、ビキーマスシンクロ召喚成功時サイコビルダーの効果発動、フィールド上のこのカードの攻撃力低いモンスターを破壊させてもらう、さらに一族の結集発動、一族の結集の効果によってサイコンダクタービキーマスを、選択し、そのモンスターと種族が同じモンスターを特殊召喚できる、さらにレベル6サイコンダクタービヒーマスにレベル3サイコビルダーをチューニング、シンクロ召喚、現れろハイパーサイコガンナーバトルウェイズ、いくぜハイパーサイコガンナーでダイレクトアタック、バトルステップ
バスターボール。ハイパーサイコランナーを墓地の国デッキからハイパーサイコランナースラッシュバスターを特殊召喚。行け、ハイパーサイコランナースラッシュバスターのダイレクトアタック、ハイパーサイキックガトリングキャノン。ドルルルルルルきたこれ、きたこれ、なんて強いんだ。きたこれ、きたこれ、神ゲー。どうやら理解したのだな。そうだ、これがデュエルリンクさん。